はい。今回もエンリケさんについてやっていきましょうか。えー、死亡事件、えー、詐欺事件で話題になったエンリケさん。今度はですね、旦那さんからですね、逃亡していまして、えー、まさかの青汁王子と、えー、同棲を始めましたので、お話ししていきたいと思います。えー、同棲といってもですね、訳あり同棲ですね。 まあ、人妻をかくまう青汁王子、優しいですね。え先日ですね、秒速で1億円を稼ぐ男、えー、与沢翼さんがですね、青汁王子の自宅、青汁ヒルズを訪れていまして、その時にですね、以前、ヘズマリュウさんが住んでいた部屋のですね、えー、説明をする時に、えー、後あと蓋してたんですよね、えー。誰かが住んでいるはずなのに、えー、誰が住んでいるのかっていうのですね、聞かれて濁してたんですよね。そしたらですよ、その答えが出ましたと、まさかのですね、 えー、ヘズマリュウが住んでた部屋にですね、今、エンリケさんが住んでいますと。<laughs> しかもですね、これ、単純に、青汁ヒルズにエンリケさんが引っ越したわけではなくって、エンリケさんが旦那さんから逃亡して、えー、しかもお金もなくなって、えー、住む場所もなくなったから、青汁ヒルズに逃げてきたということをおっしゃってるんですよね。 まあ、その内容がまた面白いと <laughs>。いやいや、元ナンバーワンキャバ嬢でですよ。自分で事業もやっていてですよ。お金ないわけないだろうというふうに思いますけども、実際にですね、借りていたマンションは解約していまして、2ヶ月分の家賃がですね、もう払えませんというふうにおっしゃってましたね。さすがに計画性、本当に、いや、本当に払えないのであれば計画性なさすぎだろうと。家賃350万円の家に引っ越していたので、まあ2ヶ月で700万円ですよね。 まあこれだけ稼いでたらですね、家賃の2ヶ月分ぐらいの貯金あると思うんですけども、それすらもないと言ってるんですよね。そこはなんかさすがに怪しいなというふうに思ってしまいますけども、 ま、元々はですね、えー、自宅から逃げて、旦那さんから逃げてですね、ビジネスホテルに住んでたっていうふうにおっしゃってるんですけども、まあ、ビジネスホテルに住んでると旦那さんが追っかけてくるので、えー、そういうなんか安全性を求めて青汁ヒルズに逃げてきたっていうふうにも見えてしまうんですよね。うん。さすがにお金ないっていうのは、ちょっとなんか嘘じゃないかなというふうに思ってしまいますけどね。これですね、なんで旦那さんから逃亡しているかと言いますと、 えこれまでの動画でですね、エンリケさんの旦那さんがですね、中心にやっていたエンリケ買取空間の事業ですね。えー、お客さんにブランド物を売ってもらって、お客さんがブランド物を売って得たお金をですね、再度エンリケ買取空間に預けてもらって、えー、十数パーセントの利益を乗せて後日お客さんに返すというような事業ですね。 で、アウデル王子のお話ですと、ブランド物を売却してもらった人だけではなくって、普通にですね、いろんな人からお金を集めてったっぽいような、なんかお話もされてましたけども、まあお金を、まあいろんな人が集めてですね、利益をつけて返すというふうに約束していたのに、えー、期限通りに返金がされていないというようなですね、詐欺、詐欺事件が起きてるわけですよね。で、お金が返ってこないことも問題なんですけども、 まあ必ず何パーセントの利益をつけて返しますっていうのもですね、結構、まあ結構ですね、違法なんじゃないかなというふうに思うんですけどね。うん。まあ投資の世界ではこういうことやってはいけないというふうになってるはずですからね。で、この詐欺事件がですね、えー、今話題になっていまして、でエンリケさんがですね、えー、旦那さんのことを信用できなくなって家出するわけなんですけども、まさかのですね、詐欺をされていたのはエンリケさん、旦那さんのお客さんだけではありませんでしたと。 エンリケさん自身も、え、旦那さんにですね、4億円から7億円 <laughs>、借用書には4億円って書いてるらしいんですけども、エンリケさんはですね、いやー7億円ぐらい貸したような気がするんですけど、とかですね <laughs>、 おっしゃってて、いや、どっちもすごいですけども、いや、その3億円のギャップもすごいですけどね、その3億円のギャップどこなんだよっていう <laughs>、金銭感覚狂いすぎだろうっていうふうに思いますけども、まあ、4億円からですね、7億円のお金がなんか返ってこないと、で、そのせいで貯金が全くありませんというふうにおっしゃってるんですよね。もう、もう、もはやですね、これ頭悪すぎとしかですね、言いようがないんですけども、まあ、お金もなくなって、住む場所もなくなって、 え、青じるヒルズに書き込んできたっていうようなお話ですね。まあ、キャバ嬢時代はですね、お客さんをうまく丸、丸め込んでですね、バン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 お金を使わせていたエンリケさんですけども、今度はですね、逆に自分がお金を取られるような立場になってしまいましたと。<laughs> まあ、逆どころかですね、数億円単位のお金なくなってますからね。 まあ下手したらですね、返金されていないお金もですね、エンリケさんが返さないといけないですからね。まあでもですね、さすがナンバーワンキャバ嬢ですよね。現金が4億円から7億円もあったっていうことですからね <laughs>。貸すお金があったってことですからね。そこがすごいですよね。まあでもですね、このお金がありませんっていうのがですね、いつまでも通用するかっていう話ですよね。えー、散々ですね、これ、過去のエンリケさんの YouTube の動画ですけども、まあ海外でですね、パリコレの動画とか、 乗っけけてますけども1000万円の爆買いコーデとかですね、えー、こちらの動画でもですね外相を自宅に呼んでブランド爆買いというのでですね1000万円分の買い物しましたよですとかあとは整形しましたよですとか家賃350万円ですとかですねこういう,ふうな動画アップしてますけどもまあ、最近の話ではなかったにせよですよ、まあ、この1回の買い物で1000万円ぐらい使うような人がですよ 家賃350万円。え、まあ、2ヶ月分ですと700万円ですかね。この700万円払えませんって、やっぱおかしいと思うんですよね。まあ、1ヶ月分の350万円すらも払えないっていうわけですから、買いの買い物で1000万買い物する人が、貯金350万円ないというのはありえないと思うんですけどね。この1000万円使ったブランド品だってですね、売れば数百万円のお金用意できるわけじゃないですか。まあ、もしかしたらですね、今物価高ですとか、円安の影響で、 ブランド品もですね高くなってますから買った値段より高く売れましたなんてですね可能性もあるわけじゃないですか、まあ、今すぐ贅沢品売ってですね詐欺被害者にこれ返金すべきじゃないかなという,ふうに思いますけどね私、お金ありません何も知りませんでした全部旦那が悪いです。 なんか卑怯ですよねうーん、旦那さんと一緒でなんかちょっと卑怯だなというふうなことを感じますかねでエンリケ買取空間なんですけどもこのようにですねまあ、エンリケさんの名前も使ってるわけですしこのように、えー、エンリケさんの顔写真もですねバッチリと使っていますしこれでですね私知りませんはですねさすがに通用しないと思うんですよねなんか CM にタレント起用してますっていうレベルの話じゃないじゃないですか実際に名前も入ってるわけですしまあ、被害者からしたらですねエンリケさんのサービスだから エンリケさん儲うかってるしさすがにお金が返ってこないなんてことはないだろうと思ってお金を貸してた人もですね多くいるわけじゃないですかこれはですね旦那さんがやっ,てやったことだったとしてもエンリケさんも返金できる部分はですねやっぱ返金しないといけないんじゃないかなというふうに思いました、ね、でこれに関してはですねしるしる王子も怒ってましたけどもエンリケさんですねやっぱ経営者に向いてないんですよね。 まあ、旦那さんがですね、こういう詐欺を疑われるようなことをしてもですね、気づいていないわけですし、まあ、自分が気づいてないって言ってるだけかもしれないですけどね。まあ、事象を気づいていないと。で、未だにですね、何が起きたのか自分で説明すらもできないと。で、旦那にですね、数億円貸したまま放置してるわけですし、それを返してもらってないわけですし、こんな奴がですね、経営をして、会社の経営をして、経営がうまくいくわけないと思うんですよね。 まあ今まではですね、こう元ナンバーワンキャバ嬢っていうのでですね、ブランドがあったので、まあ人やお金がですね、集まったかもしれませんけども、まあどこかでですね、会社系するとこういう事件がですね、やっぱ起きるでしょうからね。まあいくら、いくら稼いでもやっぱどこかで犯罪が行われたりですとか、事件が起きたりすればですね、一瞬で会社吹っ飛びますからね。 まあ、未だにですね、なんか会社や、またやりますとかつってましたけども <laughs>。この人はもうほんとやばいですよ。会社作る前にまず、ブランド品と資産売って返金しろよというふうに思いますけどね。で、視聴者の方も見つけてましたけども、あの、謝罪動画ですね。謝罪動画で来てたものもですね、ブランドものなんですよね。ディオールだったかななんか、ブランドものですよっていう <laughs> コメント来てましたけども、そういうブランドもの、まず売れと。 いうふうに思いますよね。うん。まあ一応ですね、旦那さんの方の、あの、豚さんって呼ばれてますけども、豚さんですね。え、豚さんもですね、反撃をし始めていまして、エンリケの言ってることは嘘だと。えー、知らないなんて言ってるけど、知ってたぞと。<laughs> えー、50対50の共同出資だとか言ってますけども、まあ、またなんか面白いネタがなんか出てきそうなので、豚さんからも。また出てくればですね、ちょっとまた引き続きこのエンリケネタについてもやっていきたいなっていうふうに思いますかね。うん。まあでも50対50の出資ならですね、なおさら事業について把握しておかないといけないですし、知らなかったとしても、知らなかったでは済まされないので、返金義務はあると思うんですけどね。うーん。いやー、 本当なんか夫婦揃ってやばいっすね本当に、えー、皆さんですね今回ですねエンリケ夫婦がですね夫婦揃って問題行動を起こしてですね、えー、炎上炎上と、えー、炎上を起こしまくってるわけですけども皆さんこのようなエンリケ夫婦についてですねどのようなご意見をお持ちでしょうか皆さんのご意見についてもですねぜひコメント欄でコメントいただけると嬉しいです えー、それからですね、今後もこういった興味深いニュースあればですね、どんどんお話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。あとはですね、概要欄に Twitter ですとか、サブチャンネルの情報も載せておきましたので、ぜひですね、そちらもフォローですとか、チャンネル登録いただけると嬉しいです。はい、今回の動画はここまでになります。それではまた、次の動画で。